こんにちは、ナッキです。今日はプチブライスのメイクをやっていきたいと思います。この子は海外のやんちゃな幼い女の子を目指して作っています。今回挑戦するのはリアルなそばかすを多めに入れることです。果たしてやんちゃなお顔にできたのか、最後までご覧いただけると幸いです。それではやっていきましょう。どうぞ。まずはじめに影を入れていきます。今回はリップの影から入れてみました。境目、口角に薄い茶色を置いていきます。薄めに入れておくことで後から足すことも修正することも簡単かなと思います。今うっかり手が滑ってしまって鼻の上にもう色がついてしまったんですが、メラミンスポンジでこすれば綺麗になるので大丈夫です。まったりしたおおらかな気持ちでメイクしていきます。トップコートでメイクを固定するまでってこれが正しいかとか、後々変な風になってこないかってドキドキしますよね。小心者なのでなかなかはっきりした色をのせるのは緊張します。全体的に影を入れていきます。同じ色でまとめて影を入れることでお顔の統一感が出るかなと思ってやっています。プチブライスはお顔が小さいので一回こう色をのせると広い範囲に塗りがちになりますね。顎とほっぺがふっくら見えるように影を入れています。今はタミヤのウェザリングマスターを使っていましたが、薄付きだなって感じるんですが、わかるかわからないか程度で影を入れたいのでちょうどいいです。パステルを粉にして作ったパレットです。作り方は道具紹介の動画を参考にしてみてください。こちらを使ってもう少し濃い色をのせていきます。より引き締めたい部分に濃い茶色系を置きました。鼻の下や目頭のくぼみの始まり部分、リップの端や下唇の下などなどです。ピンクっぽい赤で耳たぶに赤みを刺しました。上にはオレンジを使ってみました。後頭部も赤、ピンク、オレンジ、黄色などなど思い思いにムラを作りながら色をのせていきます。ムラを作る時にいつも参考にしているのは子供の写真とかです。ネット上とかでもよく出てくるので、それでわかりやすいものを参考に塗っています。全然思い通りにならなくってうーってなるんですけどね。今こんな感じです。つや消しを吹き立てでちょっとツヤっとしています。まだまだメイクされてる感じはあんまりないですね。後頭部はしっかりめに色をのせているのでちょっとメイクされているのがわかります。目を入れてみました。デフォルトの黄緑アイが本当に素敵でこのまま使いたいなって思っています。アイシャドウを濃くしていきます。プチちゃんは目の上が反り出ていて二重を彫るのが難しいので、かぎ二重の方が綺麗にできるかなと思っています。チークを入れ始めました。同じ色でリップ、鼻、ほっぺ、おでこを作っていきます。ここもムラになるように意識しながら塗っていきます。一色でもね、ベタ塗りでもいいんですけど、作ってる時も見る時もつまんないかなっていう感じがちょっとあるのでムラを作っていきます。だいたい赤みがさしたらリップのみもう一段階濃く鮮やかにしていきます。濃淡の差をつけると立体感が増していいかなと思っているんですが、皆さんはどういうメイクがお好きでしょうか。眉毛を描いていきます。一通りメイクができてから描くことが多いです。一番気合がいります。今回は気の強いやんちゃガールがイメージなので、平行気味で目に近めの眉毛にしてみました。お、何よって感じの表情がいいんですが、なってますかね。パステルで下地ができたらトップコートで固定していきます。ここも後々に響くかなと思ってなかなか固定できずに何回もやり直すことが多いです。トップコートでパステルを固定したのでリキテックスで毛を描いていきます。お顔が小さいので細かく細かく描いていきます。下地からはみ出して描いても産毛っぽい感じに見えてあんまり不自然じゃないかなと思うので、広めにうっすら描いていきます。こんな感じです。ちょっとじっと見てくる感じが子供っぽくて可愛くないですか。続いて今回のメインと言っても過言ではないそばかすを入れていきます。本物のそばかすっぽい感じが欲しかったので、外国のモデルさんを観察してから入れるようにしました。色や形とか入っている部分など思い込んでることって結構ありますね。垂らし込みっぽく境界線が出るように薄く溶いた絵の具で描いてから点で重ねて描いていきます。色も少し混ぜながらランダムな感じでいろんな色を使って描いていくようにしました。そばかすができたので毛細血管を描き込んでいきます。色的には赤っぽい、えんじっぽい、
感じです。冬とか乾燥してる時ってほっぺにこう縦線が出ることってあるじゃないですか。あれが結構可愛くて好きだなと思ってるので描いてみたりしました。深い赤でほっぺの血管を描くついでにリップの縦線もなぞって深さを出していきます。顎や目周りは青みの色で描いています。こっちの青もちょっとくすませるようにしています。血管が目立ちすぎるのが嫌だなと思ってつい消しすぎちゃって、仕上がった後にあんまりわからない時も多くって、写真で撮っても出るぐらいに描きたいなっていうのが次の目標ですね。完成しました。ということで今日はプチブライスのメイクをしてきましたが、いかがだったでしょうか。海外のやんちゃな幼い女の子をイメージして眉毛を平行気味にしたり、そばかすを多めに入れてみたりしましたが、それっぽくなったでしょうか。なってたなぁと思ってもらえたら、ぜひグッドボタンを押していってください。最後までご視聴ありがとうございました。今後もブライスのカスタム動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。